藤原さん、こんにちは。もう夜なんですけども、今日は六本木ヒルズのあの素敵な動画ありがとうございました。すごいですね。決断されてすぐに東京の方行かれてですね、そこからこの広島へこれから決意表明ですよね。これからどうなりたいっていうメッセージを送ってくださったこと、本当非常にね嬉しかったです。それからあの動画が新しいスタートとして、本当ゼロからのスタートです。藤野原さんが自分の意思でゼロを受け入れて1を足していこうと決断したスタートの動画になってますよね。あれは1年経っても2年経っても10年経ってもいつも思い出して、あの頃の気持ちを、もう自分はね、俺はこうなるんだぜみたいな決意を東京から広島に送ってくれたということをことあるごとに思い出して、進んでいただきたいなと思います。決断というのはですね、本当こう全てを決める、ゼロになることを受け入れる決断をするということを伝えたかったんですよ。今ある僕はもう必ずしも離婚を進めてたわけじゃないんですけども、藤野原さんがそれまでの環境を受け入れながら自分の人生はこういうものだと、それを十分に楽しめるか幸せを感じれるかというところに立った時に、そうではないと思うのだったらその決断をしなければならないんですよね。それは非常にね勇気もいることですし、今までとは違った人生に足を踏み出すということは非常にですね決断が迫られることなんですよ。でも藤野原さんは決断をされて、あの動画をですね拝見してですね、まあ、なかなかいい男やなと思いました。何がいい男かって言ったら、ハンサムだっていう意味だけではないんですよ。こう青天井の空がですね藤野原さんの上に本当に光り輝いてですね、何もない、本当にゼロになって何も持たないっていうのは実はすごく豊かなことなんですよ。これから藤野原さんは右の手にも左の手にも何も持ってないわけですから、いろんなものが掴めます。ぜひですね一緒に掴んでいきましょう。小野里さんもしっかりとサポートつけると思うんですね。当然広島では僕がおりますので、ぜひですね広島の速稼塾、そして土屋塾にしっかりと関わってですね、藤野原さんの新しい旅を我々と一緒にやっていこうじゃありませんか。藤野原さんもヒルズ族を目指してみましょう。それではまたお会いしましょう。と、これで終わると思ったら大間違い。ちゃんとね講義があるんですよ、速稼塾。なぜなら藤原さんは今日六本木ヒルズに立ちましたね。つい何日か前、数週間前、もっと言ったら1年前、もう去年の2013年の7月12日、この日をちょっと思い出してみてください。まあ思い出せないと思うんですけども、この日に来年の2014年の7月13日六本木にヒルズに自分がいることを想像したでしょうか。してないですよね。実際に六本木ヒルズから動画を僕に送ることを想像してないですよね。ということは素晴らしいことです。今2014年ですよね。2014年の時点でちょうど1年、2015年を想像した時に、ここにもですね藤原さんがまだ出会えてない人がたくさんいて、出会えてないものがたくさん、ここに幸せや実りがあるわけなんですよ。チャンスもあります。当然、まあ、これだけじゃないんですけども、2015年には藤原さんが思っても見ないようなこのお金がですね、豊かさが、富が藤原さんにあるんですよ。1年後、覚えておいてください。1年後の7月12日13日この辺りに藤原さんはもう着るものも違うし、食べてるものも違うし、見るものも違うし、もしかしたらいくつか海外旅行に行って新しい文化に触れてるかもしれません。このぐらい未来っていうのは決断を始めた時にぐっと変わり始めるんですよ。この六本木ヒルズに今日この中にいる人、
全てが順調な人ばっかりですよ。全てが羨ましい人ばっかりです。そのわずか数メートルそばに来てしまったということは、藤原さんもここのエネルギーに引っ張られて、そういう人の、そういう人への階段をですね、登り始めたわけですよ。人生を変えようと思ったら、仕事を変える、住むところを変える、付き合う人を変える、この3つの原則があります。藤原さんは今全てを一気に変えたわけです。素晴らしい道が開けてくるわけですね。ぜひですね、もし岡山にいらっしゃるんでしたら、岡山ヒルズ作ってみてください。一緒にやっていきましょう。それではまた会いましょう。